うまっ。半熟。こんばんは。うまい。前髪すごい浮いてる。まあまあ、食レポお願いしますって言われてる中、普通に食べてる。うまいしか言わない。しかもあんってコメントが来てるのに一切しない。うん、そう、姫からお洋服もらったの、嬉しかった。今日なんかさあ昼公演前だ、着替えようと思って行ったらかかってて、お土産送りました。だってじゃあ検閲が、検閲までどれぐらい時間がかかるかわかんないけど、ありがとう。4着もらいました。嬉しい、マジで嬉しい。しかねちゃんのこと一層好きになりましたって。嬉しいね、ありがとう。これでしょ、見て、これとこのズボンと白いワンピースと、見てアウター、かわいい。何、4着、はい、競馬4個5個じゃないんだけど、そう、かわいい、いい匂いするよ、いいでしょ、絶対に太れないやつだ。そうそうです、そう、いただきました、嬉しい、マジで感動、感動した、感動しました。よかった、残ってて。また持ってくるよって言ってくださったんで、でもありがたいよね、なんかさね、あんな大量の服をさ持ってきてくださるんだもん。オペメのけんれれあ、うん、メンタルケアの人らしいです。聞いてよ、今日さ劇場からさこう帰ってくるときにさ
でっけえ段ボールをこうやって持ってきたのよ。そう、マジで重たかった何かそうそうそう、何かプレゼントを全部こうケンツが買ったやつを箱に詰めて、でこの洋服もねあの箱に入れて、そう持って帰ってきたんですけど、で自分の荷物もあるじゃん、自分の荷物プラスでっけえ段ボールでこう担いできてたからもう腕痛いあーこれ段ボールで処分かな、わかるわかる、いやとね、なんか紙袋にするのにもちょっとなって思って、そうまさかのさ公園ワニにそんな苦労があるとはって思ってたいや運ぶの大変だった、家の鍵開けられなかったもん、マジで家の鍵開けられなくって、そう下に置きたくなかったけど下に置いて鍵開けても引きずったズズズってやって持ってきた、うん、そうでもね嬉しい、まあ、私がね段ボールに詰めて持ってったのがいけないんですけどそうそうそう、もうね嬉しいですね、でっけえ段ボールが廊下を塞いでます今そうなんか重かったんだよね中身、そう重たくて大変でした、なんか まつげとまつげくっつく、近くでちかなちゃん見えてめっちゃ嬉しかったです、だって嬉しい、ありがとう、ありがとうございます、すっごいでっかい、すっごいでっかかったでっけえ段ボールでした、いや中身出すのも大変なんだよ、まあいいね、ずく出せって話なんですけどそう中身出して段ボールも片付けなくちゃいけないんでね、プレゼント持ち帰る時も大変そう、いや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 全然、いや私がね袋に移せばよかったんですよ、めんどくさくてそこがそうそうそう、服入れたらちょうどやんって思って入れちゃったから、そうそう、あと分けて持って帰ればよかったんですけど、ちょっとね、え洗濯機は壊れた、もう急いで買い替えんなきゃじゃん、怖いね、洗濯機ってどれぐらい持つんですかね、電化製品ってでもさ一斉に壊れるからやだ、きっと大丈夫だよって言って、いやきっとはきっとじゃなくて大丈夫だよ、大丈夫、病は気からそうそう、いやもう本当にさ本当にマジでね、電化製品壊れるのが一番怖い、そう次々わかる、次々と壊れるよね電化製品って、経験者
経験者。新しい冷蔵庫が欲しい。なんか私でも冷蔵庫とか洗濯機とかあんまりこだわりないんですよね。でも乾燥機欲しいなって思います。電化製品だと、あんまりね、なんかこだわりないんですよ。そう、そう、冬はね特に、そうそう、乾燥機ついてるのがねいいなーなんて思う。そう、特に女の子ってさ外にあんまり干さない人も多いじゃん。あー電気代確かにねかかるけど、でもさ、なんだろう、夏場だったらすぐ乾くからいいんだけどさ、冬場ってさ部屋干しじゃん。部屋干しでさ、そう、生臭くなって、生臭いじゃん、 なんだ生乾きか、生乾きの匂いとかなっちゃうじゃん。そうね。あら、爪痕何回もリピートしてみたって嬉しい、ありがとう。まだ見てない方ぜひドキュメンタリー番組爪痕 YouTube で見れますので見てください。食器洗浄機なんていらなくない？そこまで忙しくないじゃん、だって。そう、メンタルが壊れないように頑張りますねえ。なんかあったらぜひ、なんだっけ、モバメ返信で送って。エアコン、電子レンジ、浴室乾燥機同時に使うと毎回ブレーカー落ちます上げればいいじゃん。あ、なんだっけ、アンペア、なんだっけ、わかんないけど上げればいいよ。20年使い続けた扇風機変えました、だって。いやー、安藤家もついにエアコン買うかもしれん。そう、買うかもしれんのよ。アンペア上げると基本料金高く、ああそっか、上がっちゃうのか。今仕事から帰宅して、もう帰り。でも私ブレーカー落ちたことないから上げ方が分かんない。でもなんかこう切るのと「いい」みたいなスイッチがあるでしょ。でペッてあげればいいだけでしょそう、そんなお金ないよ。一緒だねはい、違うよ、違う、競馬やめればいいんですよ競馬やめればいいの、あなたはいや、スイッチのある場所は分かるんですけど、そのこうやったことがないから、まあただこうやればいいだけなんだけど、怖い、感電したらどうしようとかさしないかもしれないけど、そう、でも冬場ってさ、なんだろう、電気代、冬場夏場ってやっぱ電気代上がるよねって思いません？なんかね、あ、そう、お父さんにね、そう、あのエアコンのフィルター掃除してもらいましたはい、来た時にね。でもさ、なんかエアコンとかストーブ、電気ストーブとか、あと冬場の場合ね、
とかあとは何なんだっけ、あマットレスじゃなくて、あウォーターベッド違う、それ違うなんだっけ、床のあったかいやつ、カーペット、ホットカーペット、それだ、ホットカーペットとかはさ高くなっちゃうじゃん。そうだからエアコンの方が安いらしくて、冬場の場合 どれかをやった、そのどれかでやったとしても、そうホットカーペットじゃなくて、あの俺エアコンの方がそう安いらしいです。そうお疲れ様ありがとう。そうでも冬ねえ、もうこれはどうしようもないよね。ねえ、すごい指ハートありがとう。ちょっとくしゃみ出そう。失礼しました。電源つけて暖かくなるまでにエネルギー使うんで、つけっぱの方が省エネ。あ、そうって言うよね。そうつけたり消したりする方がダメだからって。私もだから冬場とか、あ冬場は消してるか、夏場はほぼほぼつけっぱなしですね。ほぼほぼっていうか、その家にいるときはね、1時間とかぐらいの外出だったらつけっぱかもしれない。ただ少しだけ買い物行くとかだったら。でもそんななんか半日もつけっぱなしとかはないですね。寝るとき、あ消します、寝るときは暖房消してます。あのやっぱ乾燥しちゃうから、肌も喉も乾燥しちゃうから消す。夏場はもう時と場合ですね。本当に暑くて寝れなかったらつけっぱかもしれん。寒いのってさどうにでもなるやん、着込んだりとかこうね、あったかいもん飲んだりとかさ、こうねいっぱい布団かぶるみたいなあるけど、暑いのはもうどうしようもなくない？エアコンなしで乗り切りましたってやば。うちの安藤家やん、安藤家エアコンないからね。そう、そう、もう暑いのはねどうしようもないんですよ。脱ぐにも限界があるやん。着込むのはさあんまり、なんだろう、たくさんこう着込んであったかくするとかね、ダウンとかさ着ればあったかいじゃん、北海道とか。でも脱ぐね、暑いのはしょうがない。まあ見ようと涼しい、涼しいですね。その東京とかそういう暑い地域と比べるとやっぱ涼しいですけど、その年々やっぱ暑くなってるかなと思いますね。そうそう、普通に新潟の気温とほぼ変わんないぐらいですね。うん、うん、そうだからそんな新潟とあんま変わんないよって言ってた。実際さ、そのおあの家族がさ住んでるから、その長野の方にね住んでて、でこうたまにこっち来たりしてさ、夏場も来たりするから、冬場はあんまり来ない、やっぱ雪見てだからあんまり来ないんだけど、夏場とかは全然行けるから行ったりするんだけど、そ
そうでも全然そのあんまり宮田と変わんないって言ってましたね。少し新潟の方が暑いかなぐらいだけどそんなに変わんないでした。確かにね、湿度ね、わかる、湿度すごいよ本当に。うん、可愛い、ありがとう、ギフトありがとうございます。あ、皆さんあれですよ、お支払いしました？今日までですよ。さあ、ボイスサンプルじゃないやつ、なんだっけ、ボイスメッセージ、ちょっといつまでですっていうのをちょっとやりますね。今日までですよ。OK。 それだるまとお疲れありがとう。はい、これはこれこれから支払いしてきます。いってらっしゃい。鍵屋の台本写真撮りました。そうそうそう、今日お昼鍵穴だったんですよ私。はぁって思い出して、そう写真撮って来ました。初めてピメナソコエ見ましたって、嬉しい、ありがとうございます。はい、7月ツーショット行きます。やった、31日ですね、待ってます、嬉しいわ。コンビニの店員さんに随分高価なお買い物したんですねって言われた。そうそうなるよねきっとね。はい、ね、おピメはちゃんと食べて帰った。うん、食べてましたよ、公演終わった後に。その夜がオムライスか天津飯かタレカツ、タレカツってかカツみたいな、ヒレカツみたいな、ヒレカツじゃないけどわかんないんだけど、カツみたいなので、そう、そう、なんかオムライス選んで食べてましたね。そうそうそう、よかったよかった。この涙を君に捧ぐ、感動しすぎてだって。へー、本当？いやでもなんか昼も夜もちょっと音程ずれたんですよ。昼は音程というか裏返った、そのあー君に捧ぐこんな僕にできることは君の虚しさを少しでも癒すこと、さあ僕はのさあが裏返っちゃって、あーやっちゃった最後にって思って。そう、あとは夜はね、どれくらい時が過ぎ花は咲くのだろう、ここの伸ばすところがちょっとね音程ずれましたね。そうやっちゃったと思って。でも今日すっごい汗かいたんだけど、なんでかわかんないんだけどすっごい汗かいた。めっちゃもうなんか滝のように。もうでもう顔がすごかった。そうマジで暑かった、水分取ったと思うけど。ちょっと分かんない、すごくエアコン効いてた。あらファンの方寒かったかな、こっちすっごい動いてる、暑いんだよね。そうだよ、メンバー合わせにしちゃうとね、あれだからね。こんばんは。衣装って洗えるの？洗える、そのなんだろう、洗濯機で洗えるものもあれば手洗いしないと洗えないものもありますね。そうだから大事に大事に着ていかないといけないんですけど、
以前の衣装はまああれもともとその踊る用のものじゃないからあれなんですよね。そうだからまあ夏になるんで衣装私ちょっと姫の方はちょっと反省だからそう変えなくても多分大丈夫だと思うんですけど私の方をちょっと変えられたらいいななんて思ったりしてるんですけどそこはちょっと姫と相談かなとは思ってます。衣装は自分では洗いません。そんな素人が洗っちゃダメですよ素人が洗わないんで、はい、衣装さんが洗ってくださってます。いつもまあできたらね夏仕様にねしたいけどまあどうなるかわかんないんでそう姫に相談って感じですかね、はい、あハートありがとうございます。配信間に合った。あらおかえり。サッカー靴どうなんだろうわからん。絶対臭いと思う一応衣装とかもそのリセッシュみたいなさ消臭スプレーとかはあったりするからそうかけてるけどいや違うの聞いて。あのさ私の着てるピメナソのやつってレザーっぽいやつなんだよ。だからなんていうんですかねレザーっぽいから汗のこの吐け口がないんですよ。吸い取ってくれる こういう生地とかってさこう吸い取ってくれるじゃないですか普通の布って。でもその吸い取る部分がないからすっごい溜まってるんですよ。すっごい汚い話してるんですけど今そうそう。だから今日の MC の時に椅子と机と用意してるじゃないですか。でこう座った時にもう汗が感じてうわってうわってなったそうなんですよ。でもそれぐらい汗かいたんでなんかある意味ちょっと良かったなと思って。おおラブビームラブビームありがとう。食事中ですごめん汚い話した汚い話したあやばい食事中の人多い。でも私も食事中だったごめんごめん忘れて忘れて僕は汗の話好きです、うん、なんかちょっと違うよリップありがとう衣装のメンテナンスって重要なの。確かにね。そうその汗は嘘つかない。さっきからすごいそのコメント多いな力の汗が汚いわけないじゃないか。おー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 おおお晩酌まで終わってよかったってつまみになりました。おおねえこんばんは。いやーでも今日はね頑張った。衣装確かにね夏仕様のね衣装ね。 NCT の夏っぽい感じの衣装ってあんまないよね。冬長袖多いですよね。ハートありがとうございます。ペメナさん本当にチカナが楽しそうにしてるから好きだって嬉しい。ありがとう。確かにドラさんのね夢しなのね黄色のやつですよね。
あれは一番涼しいぞ。あれは一番涼しい。マジで涼しいです、あれ。本当に。冬は寒いけど。動かないと寒いです。夏でも。夏は思いついたね。そう。お疲れ様です。すごい。ナイキスありがとう。100メートルコンビニ、そう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 、フェミナスを入ってからめっちゃ聞いて、うえマジで。愛のチョコレートであなたから呼び出された夜、おいやもう来てよし、ご近所の目立てはるでしょう、勝手な人ね、手に負えない、ジャージに着替え仕方なく、ああああ、だるまありがとう。ドラさん公演好きです。だって嬉しい、ありがとうございます。バレそうな嘘をついたよ、チャリンコをこいでそこらぶ、そう、なんかこれ歌ってて思い出したんですけど、あのそう、今日はちょっと踊りたかったんで最後の挨拶した後にちょっとずらして、そう、歌おうって思う、歌ってたんですよ。照明スタッフさんがもうねスーって消さなくなったの、パッってそう消すようになりましたね。そう、なんかすごい、これね、あのスタッフさんから聞いたんですけど、照明さんすごいノリノリだったらしいです。ノリノリでいつも楽しみながらやってるみたいよかったって思ってそう、くまありがとうございます。そう、嬉しいですね。なんかこう楽しんでいただけてよかったなって思いました。そう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 、そう、おびめの合図に対応してて笑って、あ、そうなんだ、対応してたのそう、照明さんと音声さんすっごい同時に消えたんですよ。もうパッてね、すごかったよ。ぜひね DMM で見ていただけたら嬉しいんですけど、でも今日は夜公演の君にやられたアーモンドクロワッサン計画、12月のカンガルーの3曲のそのブロックあるじゃないですか。必死だった。今日はなんかわかんないんですけど、すっごい今日緊張しててすごく、でもすごい楽しかったんですよ。楽しかったんだけど緊張もあって、そう、なんか多分笑顔が引きつってる気がするちょっと、自分の顔 DMM であんまり見たくないんですよ。なんか可愛いか心配なんかさ、可愛い曲が多めだから、こうにがーって笑ってる時の方が多いじゃないですか。そう、にがーってなんかちゃんとなんか自分が想像した通りになってるか、そう、すごい不安ですね。そこは毎回思ってるそう、あ、そう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 、優がね最後に「あぶくな公演」ってしたみたいで、そう、私知らなくて、そう、だからちゃんと聞こえなかったんですよ。だからなんかこう来た時に「ちかまごめん」って言われて「え、何?」みたいなそう「どうしたの?」って言ったら、その最後その「ペメナソ」じゃなくて「あぶくな」って言っちゃったのみたいな。
お、全然大丈夫だよみたいな。そう、全然大丈夫、気にしないでって言って。全然全然ね、大丈夫です。はい、ハート、ハートありがとう。姫が川を渡らなくてよかった、本当だよ。本当に。でもなんか、なんだろう、やっぱね、姫ってすごいなって思いますよね。そうそう、メタロさんが卒業したらアブを継承しますか。え、継承できる、由来通りになるかな。うん、いやでもね、楽しかったです、公演楽しかった。親子丼のエピソード聞いて、私親子丼食べたくなった。いやなんか、私の想像上の親子丼って、もうなんだろう、鶏むね肉で作ったものか、ささみで作ったものになってるんですよ。自分で作る親子丼がそうだから。で、食べたらっていうか、開けたら普通に鶏肉で鶏もも肉かな。で、そう、びっくりした、あ、これ本物だ、本物の親子丼だ。なんかすごい美味しかった、美味しかったです。本物の親子丼を食べました。でも親子丼だよ、だって鶏むね肉も鶏ささみもさ、鶏やん。で、卵でしょ、親子丼よ。そう、美味しかったです。私本当にパサパサしたもんが好きなんだなって思ったの。鶏ささみも基本的にはさ、こう鶏ささみとか、ま、胸肉とかさ、パサパサしやすいじゃん。そう思った今。ハートありがとうございます、ラブビームだ。ラブビーム、よっこら、いや、こんばんは。眠たくなってきた。昨日の卵焼きはいつも作るやつ、そうです、そうです、いつも作るやつ。ふるさと納税で鶏ももめっちゃ届いたなんて。お、親子丼ですね、親子丼行きです。親子丼行きですね。あ、いつ届くんだろうね、あのお肉。ゴール2まで行ったやつ、楽しみ。今思い出した、ハートありがとうございます。黒毛和牛フレンチ
親子丼全然簡単にできます。簡単にできる。私めんつゆで作っちゃう。めんつゆ、めんつゆだっけな。めんつゆの場合もあれば、あ、めんつゆの場合ですね。私はね、めんつゆで作っちゃいます。めんつゆと水と玉ねぎとにお肉と卵なんで全然。メンタルなんとかさんやん。すごいね、姫のその発信力すごいっすね。確かに今玉ねぎ高いですもんね。親子丼鍋とかないですよ全然。火加減、あ、確かに全部固まっちゃうもんね。そう、めんつゆで作る方が楽なんですよね。めんつゆ、ごめんなさい、ちょっと待ってね。聞こえます？ね、見て、ビタミン剤割れたんだけど。ちょっと待って、やばいやばいやばい。ギルドギフトめっちゃ来てるんですけど、ちょっと待って、ローモバ、ね、見て、なんかやばい粉とかじゃないです、これあのビタミンのサプリが真っ二つに割れました。見てください、 DHC って書いてあるでしょ。すごくない？黄色だった。すごい、こんなにこんなカプセル割れることある？すごい。怖っ。よいしょ。でもなんか、そう、今日トレーナーさんにマッサージしてもらったんですけど、なんか肩甲骨固まってるねって言われた。やばい、肩甲骨固まるのよくない。支払ってきましたぞ、だって。ありがとうございます。眠たい。眠たくなってきた。今日合間にさ、寝ようと思ったんですけど、あ、寝れなかった。31日久しぶりに、お、このいいですね、嬉しい、ありがとう、ハートありがとうございます、ラブビーム。見て、今日そう、久々に、久々っていうか、あのハーフアップしました。あんまりハーフアップしないんで、珍しいでしょ、ハーフアップしました。
でももう髪の毛切るから、そう、そう、またあんまりアレンジできなくなっちゃうけど、とね、もう伸ばすの限界でした伸ばすの限界っていうか、ここもう色がすごくてプリンになっちゃってって、もう分かんないと思うんだけど、あと明るくなっちゃってるから、ちょっとね色もまた色の変化をね楽しみにしていただけたら。いや髪切ったの気づくよ、いつものあのショートボブの長さに戻すか、さすがにわかりますよ。あら扇風機デビューしたんですね。ね、扇風機とさエアコンってさ、どっちがさあれかな、電気代安いんかな。ああ扇風機、お疲れ様です。扇風機、いやーでもさ置く場所ないよねってなったら、普通にさあれの方がいいかな、エアコンとかの方がいいんだろうね。はあ、やめたい。あ、送風、送風でも生ぬるい風がねえ、電気代もね節約していかなくちゃななんて思ったりもしてます。でも待って、あと2日でさ、2日で今月終わりますよ。やばっ、早いな。てか私何分か始めたんだろう。うちはいっぱいあるうちははいっぱいあるぞ。38分、確かにジメジメの梅雨がやってきますね。でもその丸鳥さん出た時にそのなんだろう、傘を紹介してたんですよ。でそこの傘を私がこう開いて差してみたんですけど、本当に軽くて、しかもそのシワにならないんですよ。なんか普通のさ傘ってさ、こう畳んで開いてこうやって刺した時にシワになってたりするじゃん。そう、すっごい高いんだけど、でもなんだろう、こうプレゼントにしたら多分喜ばれるような傘です本当に。そう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 、本当にね、軽いし、あの傘ってさ、特に新潟とか雨がさよく降る地域って傘ずっとさしてると腕疲れちゃうじゃん。でもなんか全然軽かったし、おしゃれじゃん、あの傘おしゃれだったから、使う時もこう気分が上がるっていうのと、なんか風に強い
ていうのがいいよね。私も傘持ち歩いてるもん。ね、私も傘ね、折りたたみ傘と、折りたたみ傘、まあ言えないもん今日滑舌終わってるんですよなんだっけ、長野県御代田町ふるさと大使と長野市城山動物園親善大使と、もう茶道が言えなかった、もう終わったと思って。茶道観光応援公式サポーターもう長くて回らなかった。カボ、あ違うカド、あ違う茶道が言えなかった、もうダメだそう面白いね。詳しく知りたい方はぜひ DMM を見てください。いやーもう本当にね、ろれつが回らなかったですはい、いや眠くなってきた。でも本当いい運動したわ。いい運動でした、はい、ね、服ももらえたし、マジで嬉しい。お洋服姫のお洋服マジで嬉しかった、本当に。そう、なんか本当に楽しみしてたんですよ。姫がツイートしてからすぐに私が返信していいよってもらってから、ですごい楽しみで、また姫が持ってきてくれるって思って、めっちゃ嬉しくてワクワクしちゃったの。姫いつ持ってきてくれるかなって思いながらワクワクしてて、そしたらないってなって、絶望的だったけど、そう、すっごいマジでそれが本当に悲しくて、帰り、昨日の帰りのタクシーの中で泣きそうになったんですよ、マジでショックすぎて。それぐらい楽しみにしてたからもう本当にショックでみたいな、もうはぁみたいななってて、もう半泣き状態で家に着き、そのもうそこまでマジでガチへこみしてて、そう、そしたら今日そう劇場着いて準備してメイクして行ってみたらあって、そう着替えるところにかけてあって、マジで本当に嬉しかった、本当に嬉しかったです。残ってた。
ドッキリというか、なんか前に持ってきてたやつらしくて、そう、それをそれが残ってたやつだったらしくて、そう、でもすごい嬉しかった、よかった、残っててと思って、すごい嬉しかった、嬉しかった、だからもう持って帰ってきました。でも多分メンバーの中でまだもらってない子とかいるのかなとか思ったりしてたんで、姫は全部持って帰っていいよって言ってくださったんですけど、そう、4着もいただいちゃったんですけど、そう、何着ぐらいだろう、でも持って帰ってきた嬉しかった、マジでそれぐらい本当に楽しみにしてたもんだったから、もう嬉しかったです、本当に嬉しかった。そう、またね来たいと思いますはい、でそろそろ終わりにしようかなはい、来ては帰ってこないよ、汗だくだから、ということでちょっと ね眠くなってきました早く寝るって言いながらも全然早く寝れてない、今日も1時過ぎになって寝ました。お疲れ様でした、ってありがとうございます。いや、ほんと早く寝れるようにしますはい、ということでじゃあ誕生日見ますね。はい、13位ハブトゥーセーブさん、13位ハブトゥーセーブさん、12位マイクさん、12位マイクさん、11位カブさん、11位カブさん、10位、ペンギンさん、10位ペンギンさん、9位ハヤトさん、9位ハヤトさん、8位パンダのテオさん、8位パンダのテオさん、7位ヒデハチさん、7位ヒデハチさん、6位イカちゃんさん、6位イカちゃんさん、5位リヤマさん、5位リヤマさん、4位ケンタさん、4位ケンタさん、3位佐藤塚さん、3位佐藤塚さん、2位教授さん、2位教授さん、1位ヘラヘラ翔太さん、1位ヘラヘラ翔太さん、ありがとうございます。ゆっくり寝てね、だってありがとうはい、ということでね、終わりにしたいと思います。お眠ですいやー、これちょっと寝たい気持ちもあるんですけど、お風呂に入りたいと思います。はい、ではでは、ありがとうございましたあ、そうだ、ボイスメッセージ忘れないようにします。はい、ありがとうございました。また会いましょう、ルーム、ありがとう、またね、おやすみ、ありがとう。